ピンクの風貌、僕のステッカー貼ってくれてますね。ありがたいです。ピンクの風貌ね。 FX のタンクのラインもね、ピンク、このね、ピンクから赤にね、グラデーションしていってるんですよね。手が込んでますね。サイドカバーも、サイドカバーの方もね、ビートの前はピンクなんですけど、後ろに行くにつれてね、赤に手の込んだカラーリングがされてる FX ですね。AP のキャリパーが入ってね、吉村のマフラーが入ってる、素敵ですね。 Z750Z2 ですね。めっちゃかっこいい。すごい、シートのねところに中学校の時のこれ学ランのボタンでしょうかね。すげえおしゃれ、かっこいい Z2 ですね。綺麗なね Z2 です。マルゾッキのショック入ってますね。戸崎レーシングさん、淡路島のねかっこいいバイクチームです。アニメ兄貴さん、今日撮影に来てくれてますね。 Z2 のメーター周りですね、素敵。 RZR とゼファーの750ですかね。2台とも素敵ですね、綺麗。はい、高知県からね素敵なフォア乗りの方がね遊びに来てくれました。黒のね塗装ってのが珍しいですよね、渋い黒のフォア。キャストホイールに変えられててね、吉村のマフラーが入れられてますね、渋い。なんとね、ホタルがついてるんですけど、ゴーゴーランプになってますね。素敵なフォアです。はい、こちらもね高知県から CBX ですね。このカウルがついてるやつって確かインテグラっていうんですかね、かっこいいですよね。素敵な CBX。 オロチって書いたねマフラーが入ってますね、いい音がしそう。お、 GT38 かっこいいですね。 CBX、ペケジR 1200、すごいな。GS ですかね、すごい。カラーリングがおしゃれ。フレームが赤に塗装されてますね。フレームの赤に合わせてね、エンジンの下部分もね赤に塗装されて。マルゾッキーも赤で素敵ですね。 GS といえばやっぱりこのハス切りのマフラーですよね、かっこいい。サイドカバーがねなんかのマークですかね、これは玉。サイドカバーがねこれ素敵なマークが入ってますね。タンクかっこいい GS です。スピードメーター、タコメーター綺麗ですね。
言い落としそうですね。ピカピカの CBX。 マーシャルのヘッドライトが入ってますね。マーシャルのヘッドライトの横にサイレンサーが刺さってます。ってことはマフラーは直感ってことですよね。すごい。これはね、ぜひ出発するときにね、バッチリ撮影したいですね。いい音しそう。素敵な CBX ですね。綺麗な Z1。 吉村のマフラーが入ってますね。本当にね、寒い中皆さん遊びに来ていただいてね、感謝ですね。四国にはね、かっこいい旧車乗りたくさんいるんでね、今年もいっぱい紹介していきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、高知県からね、TNT さんが遊びに来てくれました。かっこいいですね、旗が。 Z1 渋い。ありがとうございました。またよろしくお願いします。おー、いい音。M750、 いい音。ありがとうございました。また遊びに来てください。